よう、俺はもう行くぞ。うらぁ、チンタラやってんじゃねえぞ。うるせぇ。バカどもが。あんな役を探さねえとな。でも引き受けてくれるところあるかな。その後正式道場でうちの船に乗り換え地球に向かいます。案内役というのは？案内役なら安心と実績のオルクス紹介が一番だ。会長、箱舟、確か民間の共同宇宙港でしたね。はい。朝からご苦労だな。ファリドー特務三佐、ボードウィン特務三佐。ところで資料の中に一つ気になることがあったのですが。ん？何かの？いたします。ああ、では執務があるのでな。これでコーラル・コンラッド本部長。意地が悪い。ああ、いいんじゃないの、多分。恩を売る気もねえし、どこへ行くなり好きにしな。オルクスに連絡入れたぜ。地球までの案内受け負ってくれるといいや。この間の戦利品の売却と、この時期ならいつも通り農園の手伝いを。みみっちいこと言いやがって。リスクはあるけど、それだけの価値はある。この仕事の目的は金だけじゃねえ。どうかされましたか？弱い人間ですね。私は彼らからあんな笑顔を奪ってしまうかもしれない。実は地球を出る際、彼女がアーブラウ政府と独自に交渉しているとの情報を耳にした。それはコーラルが彼女を狙ったってことか。なんかオルガさんに頼まれたって。あ、クーデリアもいる。本当だ。お野菜切れるようになった？それお守りなの、私とお揃いで。うん、しかし親同士が決めたとはいえ、いい名付けが9つとは。まったく。汗を流して大地に触れていると頭が空っぽになって。家族や兄弟を食わせるため、借金を返すため、あんたのおかげで俺たちは首の皮一枚つながったんだ。本当に。桜ちゃん、私たちが飛び出しちゃって、あの車が避けてくれたの。あの、すいませんでした。何がすいませんだかな。こんなものしかないが、お詫びの印に受け取ってもらえないだろうか。そういえば、2、3日前ドンパチやってる音が聞こえたような。あいつら、この間の戦闘のこと。新しい名前は鉄火だ。それがどうした？なかなかいいだろう。うん。ミカ、くそ、このままでは身の破滅だ。え、クランクに、俺は今はギャラルホルンがいつ来るか分かんないから。私は月ですか？三日月って名前、そっから取られたらしいからさ。いいんじゃねえのなあ。そうだ、さくらさんから三日月にってこれ預かってきたの。ああ、火星やし。クーデレア・アイナ・バーンスタインが朝廷のために地球へ旅立つのは君たちの望むところではなかろう。利用価値はあると思わないか？なるほど。あとはクーデリアを確実に始末するだけか。あれがオルクスの船じゃないですか？ほら、あそこあそこ。協力ってのはどういう要件だ！てめえ、俺らを売りやがったな！入港はいい！隠して振り切れ！はい！私を差し出してください！それは…クルク兄の仇を取ることだけを考えろ！監査官自らが参加している作戦中の事故ならば…よし、こちらで船を沈めるぞ。コーラルに恩を売るいい機会だ。
後方からオルクスの船がまだついてきやがる。ガンガン撃ってきてるぞ。こっちからも撃ち返せ。あれって売り物を使う気？ここで死んだら商売どころじゃねえ。アキロ頼めるか。三日月！まさかあのグレイズは殺されたぞ。あれか、帰り嫁。ああもおかしな受け方をされては無気になるのもわかるな。生身の体にスラスターはあるまい。今のじゃ当たる。あれは使えねえか。あれって資源採掘用の小惑星。のこのこ出ていくなんてみっともねえ真似は俺が許さねえ。てめえらもだ。友人の出撃準備完了。さーて鉄火団の門出だ。よっしゃー、かましてやったぞ。やりゃできんじゃないか。そのクソ生意気な声、あの時のガキか。そういうあんたはチョコレートの隣の人。そうか、クソみてえな作戦立てたてめえが言うな。今だ！やれ友人！どうなっている？無理せず休んでいろ、ガエリオ。かすり傷だと言ったろ。となればいずれ地球航路に乗るだろう。再会の機会はあるさ。だが、ろくな記録が残っちゃいねえ。おやさん、話にはそれこそ地球をぶっ壊すぐらいの数のモビルスーツが。そんな大昔のモビルスーツに苦戦させられたとはな。ああいうのこれからもあるのかな。やはり案内役はどうしても必要なのですか。そりゃ当然だぜ。無事に。確かにテイワズだったら地球にも影響力を持ってるし。すげえ、どうやったんだ。どうした。火星の連中とどうにか連絡を取ろうと思ってたらこの人。よろしければこれからもお手伝いしましょうか。お嬢様のお許しをいただければですが。私もお手伝いしてもいいでしょうか。は？じゃあここ置いとく。三日月。だいたい俺あんたがなんで地球へ行くのかもよく分かってないし。私たち地球へ行くの？それを受けて火星木星などの圏外圏でも対話のテーブルに着くことを初めて了承してくださったのです。私の目的は。よく戻ってこられたよな。無駄口叩いてねえで手動かせよ。今細けえ調整やってくれよ。おめえ字読めねえだろ。そっか、分かった。まあ生きていくだけで精一杯だったやつもここには多いからな。まあ、そっか、いろんな本とか読めるようになるんだよな。そうですよ。じゃあ私も教えてあげるからいつでも聞いてね。アトラか。あのさ、少しここを任せてもいいか。構いませんが。はっ。君たちがクリュセ郊外において民間組織と交戦したことは分かっている。それは訓練では体験したことのない機動性、反応速度。どうかお願い申し上げます。気持ちは分かった、考慮しよう。クーデリア先生、見て俺の字。俺もちゃんと書けてるよね。三日月さん、仕事の時はすげえのに字は下手くそだな。字の…ならどうする。わからないけど、もっとじっくり考えて一番いい方法を。考えたさ。なんだかわざと危険な道ばかり進もうとしてる気がするんだ。そのミカの目が俺に聞いてくるんだ。俺が次はどうする。次は…それに今は無理だけど、いつかいろいろな本を読んで野菜のこととか勉強したいんだ。みんなの命も将来も鉄火団の上に乗っかってんだ。こんくらい我慢しねえと三日月さん。これがこの子たちの現実。
守ってやらねえとな。